足屋市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。足屋市は兵庫県南東部にある市。阪神南県民センター管轄区域。神戸市と西宮市に挟まれた場所に位置し。 固有の阪神感、モダニズム文化に育まれた勝者な街並みを要する。市内北部、平田町や松浜町といった中部は、関西でも、随一の高級住宅地として名高く、市内南部は、谷崎十日郎の小説、笹目雪の舞台になったことでも知られる。特に六六総長は、豪邸が立ち並び、住民間の建築協定を景観条例に押し上げ、 高級住宅街としての環境を保全している。北に六甲山地、南に大阪湾を望んだ豊かな自然と南に緩やかに傾斜する地形は美しい景観と温暖な気候を形成する。国際観光文化都市に指定されている。兵庫県で2番目に面積が小さな自治体である。兵庫県の市でただ一町村生以降合併を一切行っていない市でもある。 また、旧内郡で唯一神戸市に編入しなかった区画でもある。2010年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、2.92%増の93,238人であり、増減率は、県下41市町中3くらい、49、行政区域中5位。阪急芦屋川駅から徒歩県内にある東山町、山手町、 山上町といった大正期に開発された山の手地区は、いずれも摂津国であり足屋川や六甲山に近く、大阪湾を見渡すことのできる高立地にある。南傾斜地に立つ家々は成熟した文化を感じさせ、足屋を代表する、風光明媚な街並みが広がる。昭和初期、市東北部に開発された六六層町は、駅から遠い立地を逆手に、 運転手を有する富裕層向けの豪邸用地として造成された。地形に配慮した広い舗装道路や電線類を地中化した町には広大な庭やテニスコート、プールなどが配された豪邸が次々と建築され、高級住宅地としての足屋の名を一気に全国区に押し上げた。六六層町及び奥池南町では現在も厳しい建築協定のもと、 町の景観が守られている。芦屋川沿いにあり、海に近く、松林が点在する平田町や浜芦屋町、松、浜町なども歴史のある高級住宅地として名高い。戦後になると、上記の町に隣接する朝日川丘町や岩江町、半球線以南などで次々と宅地開発が行われ、住宅地としての芦屋の地位はさらに確立された。 有料道路沿いにある奥池町や奥池南町は通勤圏内にある別荘地として開発され現在では奥池町奥池南町を合わせて630世帯もの邸宅が建設され関西の著名人たちも様々な邸宅を建設している昭和40年代には朝日川家町周辺でマンション建設ラッシュが昭和50年代には 芦屋浜の埋め立て地に高層マンションが次々に建設され、若い世代の流入が促進された。昭和後期の国鉄 JR 芦屋駅前の再開発に伴い、駅周辺の商業施設が以前よりも充実すると、芦屋のイメージも一新され、大原町を中心に、JR 線沿いに利便性の高い住宅が供給され始めた。JR 以南の地域でも宅地化。 マンション建設が進んだ。1995年の阪神・淡路大震災では、主に JR 以南の地域で、多くの家屋が倒壊、街の風景が一変するが、倒壊により、空き地が目立った一帯に徐々に新しい家々が建築されるようになり、震災の10年後には、ほぼ、街も以前の落ち着きを取り戻した。また、2003年に入ると、 埋め立て地、塩芦屋地区の開発が進み、ヨットハーバーや人工砂浜のほか日本初の経流施設付き邸宅が分譲され、芦屋に新しい表情が生まれた。この新しい街は広い歩道と車道があり、電線類を地中化している。住宅地で相続の際に広大な屋敷が集合住宅に建て替えられたり、敷地が細分化される傾向により、 かつての高級住宅地としての足ア屋アの景観が徐々に変わりつつことが懸念される中、住宅地の景観保全に向けて2006年市議会で建築物の制限に関する条例改正案が審議され、66層町における400平方メートル未満の土地売買の禁止、高さ10メートル以上の建物新築の禁止、 さらに敷地面積400平方メートル以上の土地にのみ、小建て住宅の新築が許可されるといった、全国に先駆けた、いわゆる、合邸条例が可決された。この条例は2007年2月から施行されている。足屋市では、この6六層町と奥池、南町のみが、合邸条例が施行されている。また、奥池、南町では、最も規制が緩い地域で、 敷地面積が500平方メートル以上とされている。2015年には、足屋らしい景観を守るための、足屋市屋外広告物条例が、市議会本会議で可決、成立し、2016年7月より施行された。この条例では、京都市と同様に、屋上広告物、アドバルーンの禁止、点滅式照明の全面禁止などが盛り込まれており、 住宅地で突き出し看板の面積を1、平方メートル以下に定めた点など、全国で最も厳しい規制となっている。アシア市では、一部の地域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が、実施されている。海外国内公立高校の学区は長らく、アシア市単独のアシア学区だったが、学区内の高校が極端に少ない小学区制だった。 大阪市への通勤率は26.8%、神戸市への通勤率は21.6%である。指定金融機関、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行2行による臨番性を長く敷いてきたが、2019年に三菱 UFJ 銀行が指定金融機関を辞退し、三井住友銀行単独となった。近隣の伊丹市には、 大阪国際空港が設置されている。芦屋市は、空港地元自治体の連合である、大阪国際空港周辺都市対策協議会の一員である。このほか神戸市にも神戸空港が設置されており、大阪と神戸どちらの空港へも近い。旧山村太しさえ門の邸芦屋市、谷崎純一郎記念館芦屋市立美術博物館、芦屋市立図書館。 明治神宮において、奉能土俵入りを行った木瀬の里関足屋氏は、明治期から昭和期にかけての阪神間モダニズムの影響を受けている関係で、多くの作品で舞台となった。ありがとうございます。